こんばんは、サトルです。今日はヒーリングミュージックで夜のヨガを行っていきましょう。僕だいたい夜はピアノ曲でヨガしてますが、まあ一番好きなのがその音楽ですが、ヒーリング系のミュージックっていうのかな、ヒーリングミュージックそのままですけどね。でやるとね、また気分が変わると思います。でヨガって体と心が関係しているので、気分が変わると心へのアプローチ効果も変わってくると思います。でもそれはどう感じるか、ちょっと今日のヨガでやってみてください。では今日も一緒にやっていきましょう。では最初安楽座で座ります。足重ねないあぐらで、しんどかったら重ねてもいいです。別に厳しいもんじゃないです。で骨盤立て気味、手はすねか膝かももの上、手のひら上でも下でもいいです。目は薄めか閉じるかにして最初呼吸します。鼻から吸って、鼻から吐きます。深呼吸最初繰り返してみてください。呼吸の音をよく聞きます。タイミング僕とずれてても大丈夫です。両手であばら触ると動いてるのが分かりますね。むしろ呼吸であばらをよく動かしてみてください。肛門ほんのり締めながら、お尻の骨がマットさして、お尻の骨がマットさすことで反作用が頭頂抜けて、背骨が長くなって、深呼吸してると背骨って根元から安定するようにできてます。背骨がまっすぐ、呼吸で安定してきます。で自律神経が整っていってよく眠れます。深い呼吸でよく眠れます。もう一回次吸い切って、あばら膨らましきって、吸い切った人からでいいので、一瞬止めてお腹ちょっとへこまして、であばらに吸ってもっと膨らまして、瞬発力でもう一回止める。今パンパンの状態で、ゆっくり吐きます。長く長く吐いて、喉こすらしながら長く吐いて、でもう一回吐き切ったらまた吸って、多少自分のペースでいいです。吸って吸って吸って膨らみきったら止めて、もっと吸ってもっと吸って止める。お腹へこます。ゆっくり吐いて、もう一回だけいきましょうか。深く吐いた人からまた吸って、吸い切った人から止めて、もっと吸ってもっと吸って止めて、まあ、あんまり頑張りすぎない程度、ゆっくり吐きます。今度両手胸の上の方、僕マイクがあるので上触れないけど、両方ともここね、鎖骨のとこぐらいまで、ここに吸って、ハッと胸になる感じで、ゆっくり吐いて、何回か繰り返して、呼吸が胸の奥の方を広げます。内側からヨガのポーズで胸広げるっていうけど、間違いじゃないけど、でもそもそも呼吸が胸を広げます。呼吸浅いと良くないよっていうけど、呼吸浅くなることはあってもなくなることないし、呼吸は呼吸自らで深くなれます。呼吸は意外と頼もしいです。じゃあまた吸って、で吸って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 
吸い切った人止めて、もっと吸って、もっと吸って止める。お腹へこましとく。吐きます。手がだるくなったらこう下ろしたりして、でまた吸って、吸い切った人止めて、もっと吸って、もっと吸って止める。まあ、頑張りすぎない程度で吐いて、吐いて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 、じゃあもう一回だけ深く吸って、吸い切ったら止めて、もっと吸って、もっと吸って止めて、ゆっくり吐きます。で吐き切った人は両手ほどいて、手が最初の位置 で胸も肋骨も使って呼吸して、深い呼吸の音を聞きます。呼吸してることは知ってるけど、ヨガはわざわざ時間作ってそれをよく聞きます。よく聞こえますね、呼吸は。当たり前です。ちゃんと聞けばよく聞こえます。よし、じゃあ両足伸ばして、足肩幅よりちょっと開いて、両手後ろついて、足の甲伸ばして、曲げて、伸ばして、曲げて、ふくらはぎの筋肉使う。何回か繰り返して、足首をこう曲げたり伸ばしたりしてるとき、ふくらはぎの筋肉よく使ってて、滞ってたものが巡るとよく眠れます。じゃあ伸ばしきったら大きな丸、外回し内回しどっちでもいいです。大きな円、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 逆回し、筋肉を使う。ストレッチっていうのもそうだけど、自分の筋肉使いながらストレッチするとよく流れてく血液がね。もう一回逆回し、もう一回逆回し、動き止めて。じゃあ右足曲げて、で僕逆やります。右足曲げて4の字で、曲げた足の指と逆の手で手の指を絡めて、で大きな円を足先で描きます。で緩めたいのは足首自体ではなくて、まだどこかせかせかしてる自分を緩めてください。だから思ってたよりゆっくり、ゆっくりゆっくり、その代わり思ってた以上に丁寧に感じてみてください。逆回し、こんなにゆっくりで大丈夫なのかなっていうぐらいゆっくり。動き止めて、じゃあギュッと握ってパッと離して、じゃあ親指から、親指の付け根からこうくるくるくると、これも関節柔らかくしてやろうって意味じゃなくて、こう親指の関節ありますよっていう感覚だけでいいです。なんか柔らかくしてやろうとかやったらちょっとやりすぎかもわかんない。今度人差し指、本当に軽く触ってますよ、触ってる感覚がこうありますよっていうぐらいで、中指、なんか上手くなる練習とかじゃないです。上手い下手別にないです。指の感覚感じれてたらそれでもうよくできてます。中指、薬指だ、薬指、じゃあ呼吸聞きながら、で最後小指、足の指刺激すると本当に眠たくなります。逆の足、親指からね、同じです。でちなみにこれ足の指を柔らかくしてるんじゃなくて、さっきも言いましたけど、指刺激すると自律神経が、人差し指、副交感神経優位になると言われてます。あ、
リラックスする方ね、自律神経がリラックスする方になって、で眠たくなる。中指、薬指、もうちょっと、最後小指、軽く。ついつい気がついたらきつくやってる人、気がついたら軽く、またきつくやってたら気がついたら軽く。じゃあ安楽座、一呼吸置きます。深い呼吸、呼吸が心地いいですね。次吸う息、右手が天井、吐く時側屈、手をついて横に押すと体側が C の字描きますね。上の手がちょっと伸びて、上の手はこっち、下の手もこっちで、あばらはこっち行く C の字、痛くない程度。目はパチパチしたらキラキラできるとこ見てください。曖昧ですね、まあ、世が曖昧です。すごく形に答えがないです。吐き切ったら、じゃあ吸う時に体起こして指天井伸びて、これが吸って、で吐く時に降りてきて、自分の呼吸でいいの で逆行きましょうか。自分の吸う息で左手が天井で、吸った人は吐く息逆で、手の位置も心地いいとこ探して、上の手の伸び具合も心地いい強度にして、で特にどこ見てたら気持ちいいか、どこ見てたらこのポーズが一番心地いいんだなっていうところを感覚的に五感で見つけてください。呼吸の音をよく聞くことと関係してます。 C の字、背骨カーブ、背骨カーブで深呼吸すると首肩が内側から緩んでいくそうです。内側から吸うタイミングで体を起こして、指が天井伸びて、で吐く時に降りてきてください。ふーんって、一呼吸、ほっこり。よし、じゃあ四つん這いになって、骨盤の下に膝、肩の下に手のひら、手のひら、指はガラスにへばりつくカエルみたいにピタッピタッとこうマットを捉えてください。で手の指でしっかりマットピッピッと押さえておいて、軽くね、背骨最初まっすぐで、自分の呼吸のタイミングで吸う時が来たら背骨反らして目線が上で、よく吸ったら吐く時丸めて、で手でマットを押してまん丸で繰り返して、背骨がよく動く深呼吸で、で自分の呼吸のリズムでいいので何回か繰り返して、首の骨も背骨だからね、だからどこ見るかって、どこ見るかによって背骨の動き具合違ってきますね。柔らかく大きく動いてください。背中にあったかく動いてください。呼吸の音聞いてると意外と簡単にできます。技術なんかいらないです。ヨガ歴も、まあ、ほとんど関係ないです。背骨がニュートラルで動き止めて、じゃあねじりますが、左手を差し込んでこっち見てください。ほとんどの人がこうしたら僕と向かい合わせになりますね。差し込んだ手が左手、左こめかみついて、僕逆でやってるからね、右手天井向ける、その手の甲を逆の方の骨盤のグリグリに当てて、右肩を回すと背骨がツイスト、深呼吸、差し込んだ手の甲でも床かマットを押すとツイストが深まるけど、痛いんだったら、きついんだったら無理はしないで、まっすぐな背骨、
溝落ちの裏あたりを意識すると腰に負担もかかりにくく心地がいいでしょう。もう一呼吸。次、吐き切ったら吸うタイミングで指が天井戻って自分の吐くときに顔の前ついて起き上がって四つん這い。これ逆いきますね。今度は右手差し込んでちょっとこっち向きますけど、左手が天井で上の手の甲を遠い方の骨盤のグリグリに当てて左肩を左回すと背骨が今度逆にツイスト、左ツイスト。差し込んだ手の甲で押すとよく効くけど気持ちいい加減を自分で調節してみてください。きつすぎず緩すぎず、それってどの位置ですか？絶妙なさじ加減が自分にしかできないですね。鏡見てもそんなとこは見つからないですよ。逆に目を閉じた方が見つかったりします。もう一呼吸。次、吐いた人上の手天井を向けて指先天井伸びて自分の吐く時に降りてきて四つん這いに戻ります。で今度、胸と顎がよいしょマットつけられたらつけて、で胸はなかなか難しいので顎つけて、で両手ちょっと前にして脇の下伸ばす。つらかったらこうおでこにして、やりたいのはこう脇の下伸ばしながら背骨弱反らしたいです。ちょっと呼吸して、肩痛み走ったら絶対無理しないでください。痛かったらヨガじゃないです。ヨガしてて苦痛我慢してたらヨガじゃないです。気持ちいいとこ選んでください。じゃないと何のためにヨガやってるか分かんないです。もう一呼吸。きついんだったら緩めたらいいんです。もう一呼吸って言ったけどもう一呼吸。次、吐き切った人じゃゆっくり体を起こして、よいしょ、お尻かかとついて正座になって、でおでこマットで、マットつくのなんかしんどい人、気持ちよくない人は手を重ねて、これチャイルドポーズ。おでこついた人は両手が前、横でもいい。おやすみのポーズ。これもヨガのポーズ。ストレッチにもなってるし、お休みしてることには集中してます。お休みしてるけど集中してます。別に矛盾してないです、実はね。今必要ないものがお休みしてきます。実はその方が整います。呼吸が耳すまさなくてもよく聞こえてたらきっとできてます。四つん這い戻って、足の指ついてダウンドッグ、お尻持ち上げる。で膝裏をストレッチ、主にね、手でマット支えてるから肩にも血液よく巡ります。筋肉使うとよく巡る。膝裏もも裏ストレッチ。吐き切ったら吸う息プランク。吐く息膝下ろして胸顎つく。これさっきと似てるでしょ。吸う息コブラのポーズ。うつ伏せから手でマットをして背骨反らして目線が上で吐く息ダウンドッグ。もう一回いこうか。吸う息プランク。呼吸のリズム、吐く息で膝胸顎ついて伏せて、吐き切ったら吸う息コブラのポーズ。で脇閉じる、マットは手前に引く。吐く息ダウンドッグ。吸う息右足を両手の間、手を使っていいです。吐く息でマットの前前屈、膝曲げていいから両手足かマット必ずついて、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、2、3呼吸。じゃあ仕上げ、太陽礼拝。呼吸とともに動きます。体全体で呼吸します。ポーズというよりもこれ全体が深呼吸です。
今日の深呼吸よく聞きますよ。深く吐いて、吸って両手頭に出合掌、吐く息前屈、全体のリズムがすごく大事。吸う息右足後ろ、全体として心地いいことがすごく大事。吐く息ダウンドッグ、吸いますよプランク、吐きますよ膝胸あごか、あの直接うつ伏せでもいいです。吸う息コブラのポーズ、背骨心地いいほど反らすだけ。吐く息ダウンドッグ、膝裏ストレッチ、ここで3から5呼吸ね。首の力は抜けてきます。剣の視野が消えていく方が安定してきます。もう一呼吸深く吐いて、吸う息右足を両手の間、吐く息で前屈マットの前、膝曲げていいですよ、心地いい前屈。吸って起きて頭の上合掌、上見て吐く息胸の前に合掌が降りてきて、逆ね、これ最後吸って頭の上合掌、吐く息前屈、これ全体が自分の深呼吸。吸う息左足が大きく後ろ、足を前後開いて、吐く息でダウンドッグ、吐き切りますよ、吐いて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 、吸いますよプランク、吸って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 、吐きますよ伏せる、膝胸あご。呼吸ってどんな音ですか。じゃあ吸います、コブラのポーズ、呼吸聞く方がすごく大事。吐く息ダウンドッグ、ポーズの完成であり。じゃあ3から5呼吸よく聞く、吸ってる時も吐いてる時も、体が逆さまでも、どんな日でも呼吸聞こうと思ったらいつでも聞けますね。もう一呼吸深く吐いたら、吸う息左足両手の間よく吸って、吐く息で前屈、吸って起きて頭の上合掌、吐いて胸の前、2、3呼吸。肩力入ってたら抜いたらいいです。すぐ肩力入る人いますね、僕もそうです。気づいた時に何回でも抜けばいいです。何回でも何回でも。深く吐いたら、吸う息両手頭に出合掌、吐く息前屈。じゃあお尻しゃがみ込んで、マット頭どっちでもいいので仰向けになって、手足ブラブラって動かして、動き止めたら今から一番大事なポーズ、目を閉じてシャバーサナ入ります。ドキドキ言ってた心臓が普通に呼吸していれば、また穏やかなリズムに戻ってきます。呼吸は大事で、今普通の呼吸、呼吸して体があるよっていうポーズ、すごく大事なポーズで、でも、もうできてます、よくできてます。じゃあこれがシャバーサナ。
シャバーサナ続けたい人はもう少し続けておいてください。起き上がる人は膝立てて転がって起き上がります。では今日のレッスンをこれで終わりたいと思います。ヨガに興味がある人、僕はメールマガジンや LINE 公式やってます。自分で言うのもなんですが、無料とは思えないぐらいのコンテンツを発信してます。ぜひ登録してくれると嬉しいです。ヨガの先生になりたい人はオンラインでも受講可能なヨガインストラクター養成講座を開催してます。ヨガの先生にはヨガの誘導の電子書籍もプレゼントしてます。詳しくは概要欄参照してください。オンラインでもリアルでもいつか皆さんにお会いできたらなと思っております。他にも動画たくさん出てるので見てくれると嬉しいです。ではお会いできる日を楽しみにしています。